そのメガネもういい？え？お、お、ありがとう。ジョーちゃん、その魔法のメガネ、誰からもらったんだい？メガネなんかなくても、悪いお化けはちゃんと見えるもん。お化け？バカな。それで、ベヨネッタは、つまりママは、あの悪いお化けたちとずっと戦ってるのかい？マミーは魔女よ。魔女は強くてみんなを守る人なんだよ。私も大きくなったら魔女になってマミーを守ってあげるの。魔女がみんなを守る？まあいい。子供と議論しても始まるね。頭がおかしくなるぜ。それは大変。うわあ！なあ！あんたを見てると退屈しないわね、チェッシャー。あれが次の狙いってわけ？はい、チビスケ。まさか泣いたりなんてしてないでしょうね。してない。よし。ベヨネッタ、お前は俺がどんなにつきまとってどんなに問い詰めても答えることはいつも同じ。チェシャ、その話ならあんたの誤解だの一点張り。まったく頑固なやつだぜ。俺の親父もジャーナリストだったんだ。少なくとも俺よりはずっと立派な類のな。親父はまるで何かに取り憑かれたかのように生涯をかけてある一つの事件を追っていた。まるでおとぎ話のような事件だ。闇の従者アンブラの魔女、光の従者ルーメンの賢者、そして両者が司る全能の力、世界の目。その光と闇の一族がある時を境に歴史から忽然と姿を消す。舞台となった場所はご存知の通り、そう、500年前のこのビグリッドさ。500年前。二つの一族は時の権力者に仕え、影ひなたとなって絶大なる力を振るっていた。彼らはそれぞれが世の趨勢を観測する目を持ち、その存在自体が歴史を作るとさえ言われた。だがその終焉の時は突然訪れた。きっかけは両一族の男女が互いの掟に背いて愛し合い、一人の子供を設けたことだった。女は直ちに幽閉され、男も一族から追放された。そして禁断の子は魔女一族に引き取られ、不条の子として永遠に監視下に置かれることとなった。だがひとたび均衡を失った光と闇の一族は破滅へと突き進んでいく。世界の目を一つにし、歴史を自在に操るという欲望が彼らを狂わせたのだ。全能の力が両者の野心と欲望を刺激し、幾千もの争いを引き起こした。そして両者は一人残らず死に絶えたのさ。親父の仲間はおとぎ話だって笑っていたが、俺は親父を信じることができる。この目であの光景を見たんだからな。一族の因縁はまだ終わっていない。500年経った今でもな。親父は一体何を探っていたのか、そして親父はなぜ殺されたのか、その真実を俺はこの目で確かめるんだ。だからお前をどこまでも追い続けるぜ。どこまでも。この町を実効支配する複合企業イザベル社、ブラックマーケットででかい宝石を売ろうとしたのはその頭だ。普通のやり方じゃ顔も拝めないだろうから、こっちのやり方で会いに行くぜ。この俺が特別にチャーターしたあのジェットでな。
ミーは探し物をしてるの？まあね。どうしてなくしたの？チビスケ、あんたには何か大切なものはある？とても大切な宝物。これが私の宝物よ。これを誰から？マミーがくれたんでしょ、お誕生日に。宝物は絶対になくしちゃダメよ。いい？チビスケ、こうやって大切にね。Come on.
り戻したか？どうした？浮かない顔だな。どこへ行ってもあんたにつきまとわれるからうんざりもするわ。悪いけど遊んであげてる暇はないの。これは随分と機嫌が悪いようだな。あの小さなお友達のことが心配か？どこなの？言いなさい。おやおや、そんなにあの子供のことが大事なのか？マミーの責任は重大だな。何をバカなこと。あの子を放っておいたらうるさく説教する男がいるのよ。あんたみたいにしつこくつきまとってくる厄介な男がね。いつもならもう少し気の利いた軽口を叩くのにな。あんたこそどうなの？あの子は一体何者？私の勘違いじゃなければあんたにも何か関係があるんじゃないの？こんなガラクタがどうかしたのか？言われなくてもそんなことは百も承知だ。邪魔をするなと言っている。さあどうする。大事なちびすけさんの危機だぞ。その目だ。その目にもっと怒りを宿せ。より過酷な運命を乗り越えてこそ闇の左目の資格を得ることができるのだ。さあ来い、ネオネッタ。
するさ。まだだ、あの程度では。大嫌いやって。さあ行くわよ、チビスケ。しっかり捕まってなさい。オッケー。